ビビビビ徹子の気まぐれ TV ビビビビビビ始まります。はい、はい、今日はもうこちらにこうありますけれども、どんな企画だかご存知でいらっしゃいますか？私は存じませんけど、私の顔を描いた絵だなとは思ってます。そうです。意外と徹子さんはいろんな方のモデル、画家の方のアーティストの方のモデルをやってらっしゃって、一般の人だと、ね、自分の肖像画持ってる方少ないと思うんですけれども、徹子さんはアーティストの人がその描いてくださったりっていうものがありま、うん、たくさんありましたので、それの一部を今日はご紹介したいと思います。はい、まずこちらです。はい、こちらは、牧野邦夫さんです。そう、油絵の画家の方なんですけれども、1925年5月27日生まれの日本の画家です。1986年に、残念ながら61歳でお亡くなりになりました。レンブラントを師と仰いで、戦後の前衛的な美術の流れに背を向けるように、美術団体には属さず、時代に流されることなく、愚直に、写実を追い求め、数年おきに、個展で作品を発表していたこともあり、一部の構図家を除くとあまり注目を集める存在ではなかった画家だそうです。その方が、徹子さんをなぜ描いてるかっていうのが、牧野邦夫さんのウィキペディアに出てるんですよ。あ、そう。実力の割には、これはウィキペディアからなんですけど、知名度は低かった。そんな折に芸術新潮で牧野の作品を知った黒柳徹子が、牧野自身に、自分の肖像画を依頼している、むしろ死後に、亡くなった後ですね、死後に、古典やテレビ番組で知名度が上がるようになった。どういうことかちょっと説明してみてください。別に私は自分の肖像画が欲しいと思ってたわけじゃないの、ただね、その芸術新潮かなんかにその人の作品が出ていて。どんな作品が出てたんですか？畳の上に裸の女の人が立ってるのでね、畳の目がね、ものすごく細かく描いてあったの、畳ってこういうふうにとっても不思議な目にしてて、そこに黒い筋がこう入ってる、あれをね、細かく描いてる、その微細なところがね、いいなと思ったもんで、この人に私肖像画描いてもらったらどうだろうなって思ったぐらいだから、なんかよかったな、すごい才能があるなっていうふうに感じたんですね。でも有名ではなかったんだけどね。あ、そうなんですか、その時に。それでね、何着たらいいかって話になった時に、私ちょうどその時に帝劇でね、風と共に去りぬをミュージカルにしたスカーレットっていうのに出ててね、これはね、主人公のスカーレットの妹なの。はい、こちらに写真があります。あ、すごい。これが衣装ですね。今ちょっと見て分かったんですけど、牧野さんの絵を見て、この写真をお渡しになって描いていただいてるんですね。なぜかというと、ここに絵がありますよね、カシニョルさんの絵が、この絵がここの、あ、この映ってる鏡に この部分に描いてあったりとか、あとよく見ると子供たちがそこにいたり、あそこにいたり、まあ、これはスカーレットのお話の中なのかもしれませんけれども、牧野さんの趣味かもしれないですね。はい、子供で、こちらにももう1枚、2枚描いていただいてるんですけれども、こちらはここにね、スカーレットって入ってるんですよ。で、どうやらこの、徹子さんの後ろにいるのは登場人物が描かれてるんですけど、これも本当に細かくこんなに描けるんだなって。それからそのレースやなんかでもね、手のところのすごいですね。でも良かったですね、牧野さんに書いておいていただいて、もう若くしてね、60歳でお亡くなりになられたそうですから、まず最初に、牧野邦夫さんをご紹介しましたけど、ちょっといいですか、はい、じゃあこの絵のことを言おうと思って、それ今これからのですから、フライングしないようにお願いします。続いてですね、カシニョールさんです、はい、ジャンピエール・カシニョールさん、1935年7月13日に、パリの有名なオートクチュールの家系に生まれたフランスの現代画家。甘美で優雅な女性を描く世界的に人気の現代フランス具象画団の巨匠。巨匠になったの、もう。そうですよ、信じられない。で、2013年11月にアメリカの大手オークション会社が開催されたオークションで、カシニョールさんの描いた油絵ですね、これも油絵ですけれども、油絵が
1億716万円という高額で落札されて話題になったそうです。1億、うん、カシニオさんがそんな高いことになっちゃってるのね今ね。今そうですよ、もう巨匠ですから。すごい面白い人でね、うん、英語上手でね、うん、それで冗談言ったりなんかするからね、うん、それでカシニオさんが描いている絵の、うんうん、あのね部分モデル、うん、手とか、うん、あの手がね気に入らないんで今困ってた、手貸して、うん、あ その手ならいいって私手ね、もう手大変よ、もうこんなして手をね、やったりとか、うん、そういう部分的なモデルしたりなんかしてたの、うん、そうしてるうちに、うん、あ私も描いてもらおうと思ったね、うん、でも高いと嫌だなと思ってさ画商にいくらぐらいですかって聞いたの。そしたら8万円ぐらいだったかしらね。そんなに安くないでしょ、いくらなんだって油絵で8万円ってことはないんじゃないですか。まあとにかく50万円以下だったでしょ、うん、きっと。で私モデルしますって言って、うん、行ってでこれ書いてもらった。へえ。それで最初に紹介した牧野邦夫さん、あすごい、これが帝劇の楽屋に、そうです、あ出来上がったからここに飾ってんのかもしれませんね。そうね、そう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 、もしかしたらね、うん、でこちらもこれはね、あのいきなり何にも言わないのにね、タッ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 タって書き始めて、あっという間にねこれ 2,30 分で書いちゃったね。へでこれはねただで書いてくれた、いただいたのプレゼントそう、いやでもこれはねいいなと思って、この絵がね、そうですね、うん、私好きだなと思って。うん、次は、堀文子先生ご紹介したいと思います。はい、ちょっとじゃあ堀文子先生ご紹介しますね。はい、1918年7月2日生まれの日本画家、去年100歳でお亡くなりになりました。決まった画風を持たず、時代に迎合しない独自の絵画世界を描き続けた。そう、命を慈しむような、花鳥画で知られ、命の画家、花の画家とも呼ばれた。うん、アマゾン、マヤ遺跡、インカ文明に取材旅行に行くなど、うん、飽くなき好奇心で美を追求し続けた100年の生涯を送る。うん、生活に慣れると感動がなくなるって、うん、いうのが、いつもおっしゃられていることだそうですね。堀先生はね、徹子の部屋に来ていただいた、来ていただいたの、うん、ゲストとして、はい、ものすごく面白い方でね、うん、テレビでねとても放送できないようなねことをおっしゃる方なんで面白いなと思って、うん、で全部お話したんだけど、もうね20年ぐらいお付き合いしたかしら。そうです、僕も2回ぐらいお会いしたことがあるから。面白いでしょ、なんかサバサバした方ですよね。綺麗な、すごい綺麗な方でね、うんうん、堀先生 の3つの言葉、群れない、慣れない、頼らない、そうそうそう、これがね、そう、群れたり頼ったり慣れたりすれば賞なんかもらえるけども、うん、そんなことして賞も欲しいとなんか全然思わないって、ね、先生おっしゃってて、だから何も持ってないけど全然いらないのよそんなのっておっしゃっててね、ああいうものはね群れないともらえないからなるほど、なんかいう美術の賞とかっていうのは、そうそうそう、うん、そういうふうにおっしゃってました。でもすごく面白い方 で品のいい方でね、であの徹子の部屋の番組の中で後ろにね、そう飾ってある絵も堀文子先生に描いていただいたものを、お借りしてるんですね。あれはそうです、うん、あれはね、あの私がモデルしたんだけど、で先生がねものすごくいっぱい描いて、これもそうですけど、今日は1点しか持ってきてませんけれども、徹子さんのお部屋に飾ってあったりとか、うん、その先生がね、うん、あの徹子さんのために描いてくださった作品もお持ちなんですよね。じゃあ藤代誠司さんの作品を次紹介させていただきたいと思います。藤代誠司さんはね、あの僕もすごくよく子供の時にあの人形劇とか木馬座っていうのはね、うん、テレビでもやってましたから見ましたけれども、1924年生まれて、日本を代表する影絵作家です。うん、慶応大学、経済学部を卒業なさった後に、テレビ番組では木馬座アワーが爆発的な人気を呼び、うん、影絵劇銀河鉄道の夜が国内外で高く評価され、そうそうそう、世界各国で影絵劇を上演、
2004年アメリカのニューヨークワシントンにて、個展を開催し、ニューヨークタイムズワシントンポストに紹介されました、うん、また翌年には韓国での初の展覧会を開催する以降、全国各地の美術館にて精力的に展覧会を開催しています。すごい。じゃあちょっとこれ影絵っていうことで、これは徹子さんがモデルになってるんですが、ちょっとつけていただきましょう。あ、かわいい。かわいいですよね。ご覧になれますか。かわいい。これね、すごくね、私のこと研究してくださったんだと思うの。全部藤代誠さんは自分でカッターで全部切っていくんですよ、影絵を作るのに。これ全部で何枚も何枚も重ねて作っていく。手で描いてるんじゃないんですよ、これは。そうなの。私もまたいい感じです。もうこれだけいただいて、わあ嬉しいなんて喜んで。これ全部カッターで、ちょっとよく見た方がこうカッターのこう、まあね、うん、感じが出てるでしょう。すごく可愛いわね、うん、で私似てますよね。似てます、ね、似てます。お洋服もフリルがついてるところなんで、どうしても私欲しいと思ったんでね。まあ、おねだりしてみたんですか。そうそう。じゃあ今日はこれが最後になります、はい、これは、徹子さん、アメリカのね、うん、アルハーシェフェルドさんって言ってね、はい、アメリカのニューヨークタイムズに日曜日のたんびに有名俳優を、はい、漫画みたいに書いてらっしゃる方なんです。1903年6月21日生まれのアメリカ出身のイラストレーター、で、白黒の肖像画を描く似顔絵師、2003年に亡くなりました。特に、ブロードウェイスターの風刺画を得意として、奥様は女優のドリー・ハースさん、ドリー。ニューヨークタイムズ史上で70年以上にわたって風刺画を掲載していました。数え切れないほどのアーティスト、イラストレーター、漫画家に影響を与え、近代の描画と、似顔絵の、最も重要な人物の一人とみなされています。2002年には、アメリカの名誉である国民芸術勲章を受賞したそうです。でこの方はね、ポケットの中で描くんだって。え、有名なんだって。ポケットの中で描いちゃうんだって、うん、スーッと、うん、終わったら入って私にくださった。そういうちょっとこう驚かせるようなユーモアみたいなこともお好きな、まあね、風刺が描かれるぐらいですもんね、うん、この方アメリカ一有名です。あ、そう、うん、それそうですね。だって70年間もニューヨークタイムズに、ね、ま、日曜日、ね、そうそう、ずっと描いてたんですからね。知らない方はいらっしゃらないですよね、うん、私やっぱよく見ると似てると思う。あ、そう、うん、でも特徴を捉えてますよね。ね、うん、感心しちゃいました、はい、じゃあ今日はこんな感じで、肖像画徹子さんの紹介しましたけど、これまだ第2弾第3弾できますね。そうですね、まだいっぱいありますもんね、はい、じゃあ皆さん、ビビビブブビビ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 でバビでブバビでバビでブ、じゃあごきげんよう。じゃあまたバイバイ。